かったです。今回の絵描きチャンネルはパパを空港にサプライズでお帰り来ました。焼肉食べて美味しかったよ。それでは絵描きチャンネル始まります。帰ってくるよ。え、それ楽しみ。今からさ、サプライズでさ、お迎えに行くの。内緒なんだよ。パパさ、みんながお家にいると思ってるから。楽しみ。ね。5時。5時に帰ってくる。僕何？僕パパ何？まあ、それ。パパお迎え来た。ドーチン食べた。そうなの？パパお迎え来ました。パパお迎え来たね、とわちゃん。パパだ、食べてたんだ。パパが、いいね、遊ぶとこあったね。あ、これ東京タワーじゃない？東京タワーだ、本当だ。あ、本当だね。ママ、はい。ずっと折り紙してるじゃん。レッツゴー。もうすぐだよ。見てんだ。楽しみ。まだだね。あ、こっちから出るから。あ、そっちかもしれない。じゃあちょっと隠れよう。お疲れ様です。置いとこ。もっとあっちかもしれないだって。サプライズ。ごめん。サプライズだから。ちょっとすいません。サプライズできたんだよね、ウク。ここから出てくる？ママ、ダメ。わーってするんでしょ、わーって。隠れて。ウク、隠れて。どうやって驚かせる？待って。OK。わかった。よしパパびっくりするね。なんていうの？わーっていうの？うん、サプライズでよ。パパ帰ってくれてありがとう。帰ってくれたよっていうの。うん、ちょっと待って。隠れて。みんなこっちに隠れ。みんなこっちに隠れ。あっちいちゃった。バスタクシー。あ、どこ。え、どっち？あら、どこ行った？見てたのにな。よかった。
は空港の焼肉に来ました。もう焼肉がやっぱ一番美味しいね。いいね、元気出るのはそうだね。うーたん焼肉食べるよ。疲れたな。疲れた。焼肉で2時間ぐらいいるんじゃない。あ、空港そんな前からおったの。いや、なんか私に遊びに行ってて、なんかレッドの遊具とか、足湯がある、なんか足湯施設があるっていうのが雨降ってきちゃって、だから諦めて早めに空港。あ、もうじゃあ空港で遊んでたんだ。空港で遊んで空港であんだけおったのにパパ見失ってたんや。いや、もうだってさ、遅れてたから早い家行こうと思ってさささって早歩きで行って、みんなの目をかいくぐるぐらい早かったの。早かった。忍びの人間やんか。忍びたね。おばちゃんもお兄さん、すぐ見てくれてたの。そう、見てたもん。ずっと見てくれてたんだけど、おばちゃんのお兄さん。なのに急になんか戻ってきて、あっちから行っちゃったかなって。でも会えてよかった、ほんまギリギリやで。あと30秒遅かったらもう乗ってタクシー発進してた。うん、いや一瞬後ろから声聞こえた時も家族やと思えへんからさ、あ、なんか言うてはるわと思って乗ろうとしてなかった。よかった。お疲れ会です。お疲れ会。ママがいないとあんま焼肉行かないから。あ、そっか。全然さ、外食がサイゼリアみたいな。パパは福岡で焼肉行ってましたけどね。すごい食べてた。毎日ストーリー見てましたね。もうパパラーメンとうどんしか食べてない。いや、ありがとう。かわいいな。あ、すいません、これは私ですね。はい、はい、お疲れ様です。ママ、お疲れ様です。あ、すごい。ママに可愛いっていう家族すごい。ママ綺麗、可愛い。子が可愛い。うん、負けじと可愛い。銀座の。忙しいね、こっちも。銀座にいそうな。あ、すごいすごいすごい。決まってます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 。何やった。ダイちゃん。みんなで乾杯する。いただきましょう。もうちょっとずっと家庭を守り続けたママさんと功績を称えてね。称えて。いただいちゃってください。かわいい。ボルガヤがいる。おちゃん、これさ、いいっすか。ありがとう。これ僕ね。家族飯美味しい。今日はちょっとプレミアムで行かせてもらいます。すみません。あ、ちっちゃい。嬉しいね。15杯ぐらい飲める。やば。ごま塩味。ね、これそれやん。飛んじゃうわ。飛んじゃう。いただきたいと思います。どうぞ。脱いでいいよ。お肉いいよね。あれ、いい顔してらっしゃる。ふーちゃんは昔とんでもない大失態をしたことあるんですよね。ふーちゃんがとわちゃんぐらいの時になんかさ、銀紙の中に油温めてそこでニンニクのホイル焼きみたいなのやってたのね。でそこにふーちゃんがその横にお肉を置こうと思ってこうパーってお肉持っていったらバチャンと落としちゃって、そのホイルの中に入れた瞬間ホイルがバーンって跳ねて横にあったミユの手にバシャンって油がかかって大やけどした。え、やもんな。これそう。味ご飯大好き。これやばいです。みんなで
食べて美味しいね。あー幸せだわ。いやその落語家さんみたいに、おいプリティなおじさんだね。ユッケビビンバ。顔。あもうやりましたね。ユッケはもうミユさんですもんね。あすいません。カジが小屋騒ぎ。ちょっとサプライズ続きです。空港着いたら皆さんがおって、その後焼肉食べに行ったら美味しかったっていう。ふうがいつもね、桃鉄で止まるね、羽田行き。あ、そうや。桃鉄ワールドやってたらね、羽田行き。あ、やばいよね。ずっと見せたのにさ、一応しか飲み物さ。ビビンバあんま食べへんけどな、うち。そうね、おっちゃん珍しい。ユッケビビンバって結構さ珍しくない？冷麺は頼むけどさ、うちビビンバあんま食べへん。ビビンバ気分。学校で学校の食べるね、うん。なんか好きな国を調べるみたいなやつ。おだは韓国調べた。あそう。韓国ハマってんな。日本。日本韓国調べた。あそっか。なんか日本がダメで。あ日本以外でってことね。韓国多かった。そうね、やっぱりメイクとかいろいろ食べ物も結構韓国から今来てるもんね。韓国とイタリアとパリが多かった。いやそれパリは都市やけどね。次は多分イギリス調べると思う。あそう、ヨーロッパ興味あるんや。悪役レスターみたいになってました。なんとしても絡みつける。しかも私、あの保険の授業でスポーツ調べるので、うん、あのマグルクイディッチっていうの。クイディッチ？え？クイディッチ架空だから本当はダメなんだけど、現実でもあんの。マグルクイディッチっていう競技があって、あのワールドカップも出てる。ほんまに？いやじゃあそれ絶対ハリーポッターからやる。マグルクイディッチなんかもう。ハリーポッターからなんだけど、飛行機またいで。それさ、ローカルやろ。めちゃめちゃローカルスポーツじゃん。もうほうきいらんやん、邪魔やん。いやクディッチはさ、ほうきなかったらできへんけど、そのマクルクディッチに関しては邪魔くさいやん。なんか福岡のさ、福岡の三輪の限定のがあった。あーキーホルダー。明太子、明太子やだ、大好き明太子。明太子どうしてる。ちょっと福岡のお土産買ってきた方が。嬉しいな。ホテルでお土産。なんかついてちょうだい。よかったね。ランドセル好き。ありがとうございます。ありがとう。これさ、ウタ君とワに渡したら中輪ってなんか変な駅で出すから。駅を出す。ウタこのプニプニ出したいのって。注目してます。狙っている。狙ってます。ダメよ、壊して。僕うまかっちゃあるよ。プニプニ入ってる。狙ってます。匂い。はい、今回はパパが福岡から帰ってきたのでみんなでご飯食べましたけども、3日後にはパパは岡山に行くんですけどね。いやー、次の週間。今回3日間だけ。うわー、そうなのよ、すれ違いなのよ。でも私は早く帰ってきた。この2人生活。あ、そうや、パパとミュウがちょっと先に帰ってきて、パパ、ミュウの2人生活をまた撮りましょうか。ということで、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。またね。バイバイ。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。